OK。 アシンチよくさ、どうも、アチとイタルンです。はい、よろしくお願いします。ということで、サイゼリアのテイクアウトでお酒を飲もうのコーナー。はい、ということで、いやー、サイゼリアっていうのはですね、テイクアウトっていうものができるんですよ、はい、まあ、ウーバーイーツとかでね、食べるということもあるんですけど、はい、テイクアウトって何がすごいって、めちゃめちゃ安い。そうなんですよ、ね、サイゼリアの価格そのままに家で楽しめるっていうのがテイクアウトの凄さなんですよ。これ全部でいくらか言ってやれ。これなんと今回、はい、こちらで1700円。いや、だってさ、本来であればピザ1枚で1000円とかいっちゃうわけですよ。はいはい。でこれだって390円でしょ。390円、安いね。でミラノフードリアが、うん、なんと、10円安いらしいんですよ。え、そうなの。テイクアウトないくらだ。290円。290だった気がする。そうで、店で食べると300円なの。ああ、え、なんで。なんかテイクアウトの方が安い、そうらしいんですよね。なんでだろう。で、すごいよね。で、このちょっと贅沢なハンバーグ、うん、これも確か500円いってたかな、いってない気がするよね。で、これなんだっけ、ポテトカリッとポテト、カリッとポテト、これ美味しいよね。マジ大好き。これいいよね。これも200いくらでしょ。これも240円。で、コミチキン、もう辛味チキンですね。辛味チキンね、290円。いや、290円、素晴らしい。ということで、早速ちょっとサイゼロミってやつをやりましょうか。やりましょう。はい、じゃあ、はい、いただきます。いただきます。してない、はい、したらいただきまーす。まずは開口一番ビールでね、いただきますよ。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。よー、あー、うまい。うまいね。サイゼといえばワインっていうあれですけど、うん、我々はビールです。ビールですね。ビールです。圧倒的ビール、うん。じゃあハンバーグから僕いただきたいのいいですか。どうぞ。わーい。僕毎回ね、うん、ほぼ毎回これ頼むの。ディアゴラ風ハンバーグ。ディアゴラ風ハンバーグ。ちょっとこれ卵割っときな。これ温泉卵、温泉卵も入ってますから。います。うまい。これさ、あのね、うん、卵ついてきたんだけど、うん、多分だけど、いつも頼むとき卵ついてない気がする。でもメニューも卵ついてました。え、3年ぐらいの付き合いなの。うまっ。いや、僕ね、これね、ハンバーグさ、個人的に必殺技があって、うん、サイゼリアドレッシングをつけるんですよ。で、これね、あの昔、うん、とある YouTuber さんがサイゼリアの企画をやってた時に、うん、なんかね、やってて、うん、で、その時はなんかサイゼも、うん、多分それからだと思うんだけど、うん、それがあまりにも流行りだして、うん、公式がなんかサイゼリアドレッシングハンバーグ合いますよみたいなのを推してた時期があった、確か。そうなんだ。ちょっとかけたいね。このハンバーグにサイゼリアドレッシングかけるってことでしょ。そう。こんな感じ。そう。これちなみに、単体でドレッシングくださいって言えばもらえるんだけど、うん、僕なんかすごいそれ忍びなくて、うん、サラダを頼んで、ドレッシング別添えでって言って、ハンバーグにつけて食べる。いただきます。うん、あ、うまいわ。うんうんうん、これがうまい。うん、持ち帰りだと自由にこれできるのいいね。そうそうそう、本当にこれ何入ってんだってぐらい、うん、サイゼリアドレッシングがうまい。うまいね、うん、これドリアにかけたらうまいかな。それやったことない。その発想の人いないよ今まで。なんかでもさ、合いそうな雰囲気しない。雰囲気はする。ほぼ一緒やん。同化してる。はい、じゃあいただきます。うまいのか。ほぼ一緒。え、うまいんだけど、うまいんだけど、うまいんだけど味ほぼ変わらんえ、マジで。え、もしかしてだけど、ちょっと酸味が追加されただけやば。もしかしてこれドリアのソース、ドリアのソースにサイゼリアドレッシング使ってるじゃん。使ってる。一緒なんてことはありえないんだから。いただきます。嘘やん、一緒やないの。一緒だ。一緒でしょ。えこれお酢が入ってるか入ってないかの違いなんじゃないこれ。え、あ、でもまあミートソースだから、うん、これケチャップ入ってるっぽいから。そうだね、ケチャップ入ってる。ほぼ一緒だ、これ一緒だ。うん、え、粉末味噌とか入ってんじゃん。そう、すごいね。どういうこと？どういうこと？最高。辛味チキンマジでうまいよな。いただきます。うまい。うま。
僕あのコロナ期間中にさ、うん、これサイズのテイクアウト、うん、冷凍とか始まって何ピース入りだろう、マジで20とか30ピース入りで冷凍のが2000円とかで売ってたの、うん、そうだね、そうそう売ってて、もう一時期これで一生酒飲んでて、うん、3ヶ月ぐらいずっとおつまみこれだったあまりにもハマりすぎて、マジでうまい、絶妙だね、あの小中学生でもいけるぐらいなんだけど、うん、で大人でも満足できる、そう、うん、ちょうど酒に合う味してるわ。皆さんは何をサイゼ行ったら食べてましたか？大人になるとなんか見境なくさもう頼めるようになっちゃうけど、子供の頃ってさね、やっぱその食品って、うん、まあマックス1000円みたいな感じじゃん、うん、まあ、サイゼだったらそれでも払えて食べれるけど、そうね、その中でもなんかちょっと限られて、うん、やっぱでも多いのはやっぱドリア一つ頼むみたいなパターンが、そうだね、うん、そのパターン、うん、でも結構ねサイゼね、ちょくちょく一人で行くんですよ、うん、でもあのマジであそこのねグラスワイン100円なの本当に異常だと思う。あもうあれと、うん、適当になんかあのポップコーンシリップとかめっちゃ好きなんだけど、うんうんうん、そこら辺とかピザ頼んどいて、でも2人で行ってもさ、うん、お会計3000円とかなんだよ、結構飲んでも、うん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 、おかしくない？本当に、ね、学生時代4人で行って1000円台とかあるからね。いやそうそうそう、みたいな、そうなんよね、ね、あすごいよな。ピザ失礼します。あそうだね、逆にでもなんかサイゼ行ったことない人っているのかなって思う。まあいるんじゃない？いるか、近くにないとかあるでしょ全然。ああそっか、えマック行ったことない人はいないかさすがに。いやいるでしょ、いないことはないよ、うん、この世の中に。うん、うまい、さすがにうますぎる、うん、結構ね日曜だから混んでたんだけど、うん、電話でテイクアウトの注文して、うん、大体に、まあ、20分後ぐらいにできますって言ったんだけど、うん、15分後にはできてた。早っ、早くない？まあ、そうか、びっくりしちゃった。でも店混んでても、うん、帰りで行きたいなと思って、あ、混んでるなって思っても、うん、テイクアウトがあるから、うん、そうそうそう、それもありだよね、全然、うん、家で一個一個食べれるしね、強い。俺なんか一人で行くときはね、でもサイズじゃなくてガストが多いな。うん、なんかでも最近そのガスト、うん、すごいなって思ったのは、うん、行くところはさ、個室席があって、はい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 、個室じゃない、半個室の一人席、壁こうあって、入り口あって、うん、こうテーブルあるじゃん、うん、で、タッチパネルで注文があって、うん、で、コンセントがあって、コンセントあるの？コンセントある。でもそこで普通にドリンクバー頼んで、コーヒー飲みながら動画編集できる。ワーキングスペースじゃん。そう、やばいよマジで。あ、もうなんかそういう滞在してもらおうっていう、そう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 、それでそういう席ってか席に全部コンセントついてる。え、全部ついてる。そう、やばいよ。やっぱそのリピートじゃないけどさ、上げようとしてる。快適性を上げることでね、リピート増やすみたいな。ガストもマジで安いよね。あ、冬にね、確かに。ここまでも行くってなったらガストかサイゼかだな。うん、他のとこは行かない。はい、ということで今回は、サイゼリアでですねテイクアウトをしてちょっと一緒にお酒を飲もうということでやったんですけれども、まあやっぱさすがサイゼリアって感じだな。さすがです、うん、本当にめんどくさくなってウーバーイーツとかする時もあるけど、うん、圧倒的にこっちの方が安いし、コスパイ本当にテイクアウトで、だって多分これ一人だったら全然普通に1000円かかんないから。かかんないね、うん、だってね、ピザとドリア頼んでもいくら600円とか700円とか800円いかないぐらい。めちゃめちゃいいよめちゃめちゃいいんだよ。いいね、うん、めちゃくちゃいいです。家飲みにもできるし、まあ、友達となんかね、うん、ご飯食べる、そうね、集まるときちょうどいい、ちょうどいい感じ、すごいいい感じかもしれないので、うん、はい、ちょっとよかったら皆さんもやってみてはいかがでしょうか、はい、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。